彼から行きますか。お、お、お、ジェル君お願いします。そっちか、そっちか、ちょい変化球やったな。コロンじゃないん、そっちか、コロンじゃないの、そこ。いや、やっぱりあのね、真相突き止めないといけないからな、そこもありますからね。確かに本当に、あそこ本当にママがいたのかね。確かにママもしかしたらいない説あるからね、その時、ね、ちょうどいい今証明できる、これで嘘つき説あるよね。感謝もしながら証明もできる。そうね、素晴らしい。おか変なこと言うから怖いよね、大丈夫かな。よしちょっと待ってね、じゃあかけます。マンションの番号とかもね、言ってもらっちゃって全然いいからね。うわ怖いな、大丈夫かな。おかんに、おかんにさ、ジェルとどこで会ってたのって言ったらマジ住所言いそうじゃない。ねえ、ジェルとどこで会ってたのってマンションの名前も言いそう。確かに。あ、お母さん、まずお母さん今電話中やから変なこと言わんといてな。電話中じゃない、放送中、放送中、放送中、今電話中やから変なこと言わんといてな。電話中じゃないよ、放送中だよ。電話中だ、放送中や、放送中、間違えた。危ない危ない危ない。あれ放送中、お母さん、怖い怖い怖い。機嫌悪いのか。この間さ、俺ん家来たよね。あ、七森くん、そう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 、来たんよ。え、怒ってる、来たんやな。どうした、来たんやな、その時。お母さん怒ってるでしょ。待って、お母さん、みんな待って、あれお母さんじゃないやつ。よかったよかった。え、今日、母の日やから、なんかありがとうなって伝えたくて。おか、せやかって、せやかって、あれ、え、あれ、いつもありがとう言ってくれてるやん。いや、そんな、そんな言わない。誰誰誰誰誰、お母さん、ほんとに言うてへんから、やっぱ改めて、え、誰だよ、ちょっと感謝を伝えたいから。怖い怖い怖い。でも、お父さんでもなさそう。ほんまに、いつもありがとうございます。なんか、放送中な、変なこと言わんといてな。怖い怖い怖い。そうそうそう。放送中やけど、なんか。え、うん、なんかほんまいつも支えてくれてありがとう。これから、まあ、恩返し、親孝行していきたいと思うし、なんか旅行とか連れて行きたいなと思う。お兄ちゃんやろ、これ。どこの、どこ行きたい、どこ行きたい、なんか行けるようになったら、どっか行きたいとこある？ありがとう。でも、いや、え、でも全然、そんな。お兄ちゃん、会話な、成り立ってねえぞ、お前。まあ、とりあえず、メンバーも聞いてるし、リスナーさんも聞いてるから。じゃ、とりあえず、ちょっとメンバーにちょっとメッセージお願いしていいかな、おかん。なんで普通に話すの？頑張ってます。お世話になってます。本当にジェルのことをみんな思ってくれてありがとうございます。今、これ、リスナーさんも聞いてるの？あ、聞いてます。あ、リスナーさんにもちょっと伝えてもらっていいかな。いつもありがとうございます。こう、応援してもらって、こう、ゲロが大きくなって、ね、大勢の方に応援してくれて、ほんまに。ごめんなさい、今誰だ、俺たちは。誰の声を聞いてんだよ、俺たちは今。あれ、なんか、メンバーにここで問題、この人誰でしょう。笑いたい。ここでみんなに問題。この人誰でしょう。ジェルニーじゃないの、それ。問題です。ジェルニーやろ、それ。お兄ちゃん？兄や？お兄ちゃん？お兄ちゃん？誰か分かってないらしいよ。自分が誰か、お母さん、自分が誰か言ってないらしい。ちょ、お母さん、じゃあ自分で名前言って。俺の名前。え？私？うん。ハラさんやわ。ハラさん？マジかよ。ハラお母さん。ハラママ。え？ハラお母さん。なんでそんなノリいいや。よかったよかった。うん。ハラお母さん、ほんまありがとうね。ほんまに。いや、終わり？あ、ごめん。ごめんね。ちょ、また買ってるし。欲しがってる。カーネーション。あ、なんかやりたいことある？なんかやりたいこと。この間の人道。音質悪すぎて音楽関係者のに一番音質悪いっていじられてたけど、言うたわ、いろいろあるけど、まあなんか言いたいことある？みんなに。ねえ。いや、まあ、ちょっとまた、ねえ、音質悪かったから、ちょっと、いろいろ、かけてしまったから、ちょっともう一回リベンジ。はい。じゃあ、ハルさんありがとうございました。1時間前にお母さんのふりして出てくださいって言って、はい。ちゃんとね、伝えてくれてありがとうございます。はい。そんなふりだよ。じゃあ、ありがとうお母さん。またねー。マジかよ。はい、お母さんでした。やられた。ハルさんだったのか。完全にやられたわ、今のは。これはやられたわ。俺も途中ね、あれこの人原さんかなってちょっと疑い始めた。あ、なんとお母さんもしかしてみたいな。疑い始めたけどね。
ちょっとジェル君、母の日なの、肌の日じゃないよ今日は。肌の日じゃないの今日。肌の日じゃ人も肌の日ですよ今日。